田沢湖。田沢湖は、秋田県仙北市にある淡水湖。一級河川を物川水系に属する。日本で最も深い湖であり、国内で19番目に広い湖床である。その全域が、田沢湖抱き返り県立自然公園に指定されており、日本百景にも選ばれている、継承地である。1956年、昭和31年から2005年。 平成17年まで存在した自治体である田沢湖町の名の由来あり、現在も旧田沢湖町の区域の地名干渉として使われている。秋田県の中東部に位置する。直径は約 6km の円形。最大深度は 423.4m で、日本第1位。第2位は四国湖。第3位は十和田湖。世界では17番目に深い湖である。 世界で最も深い湖はバイカル湖。湖面標高は249メートルであるため、最深部の固定は海面下174.4メートルということになる。この深さゆえに真冬でも湖面が凍りつくことはない。そして深い湖水に差し込んだ太陽光は水深に応じて湖水を明るい川瀬見色から濃い藍色にまで彩ると言われており、 そのためか日本のバイカル湖と呼ばれている。流入河川は小規模な沢しかなく、豊富な水量は固定の湧水が支えているものと考えられている。流出河川は西部の片尻川で、日の木、内川、多摩川を経て、小物川に合流する。人口の水路としては、北部に多摩川から田沢湖発電所を経由する流入路、北東部に千月川。 玉川支流からの流入路、南東部に西方内発電所を経由して玉川への流出路が存在する。過去には隕石クレーター説なども検討されたことがあるが、調査の結果、180万年前から140万年前の爆発的噴火によるカルデラとの説が有力である。しかし、田沢湖の溶石分の噴出物がどこに行ったのかが未解決の問題として残されており、 田沢湖をカルデラと呼ぶかどうかは、専門家の間でも意見が分かれるところである。なお、固定には、立子帯、飛行100から300メートルと進行帯、飛行250メートルの2つの溶岩ドームがあることが分かっている。古くから漁業が行われ、1715年、昭徳5年には固有種であるクニマスに関する最古の記述が出ており、 久保田藩主の佐竹氏及び文家の佐竹ホッケ、角野立佐竹屋の献上品として利用されてきた。明治期末から田沢湖で、国松の付加放流事業も試みられ、1935年、昭和10年には、約8万8千匹の漁獲港があったという。戦時大成下の1940年、昭和15年、食料増産と、 電源開発計画のために湖水を発電用水、農業用水として利用しようと、近くを流れる玉川から pH1.1 という国内屈指の共産性の源泉を含んだ水を湖に導入する水路が作られた。魚の絶滅を心配する声は当時もあったが、住民は国策に反対できる時代ではなく、約70人いた漁師は、わずかな保証金と引き換えに漁業の職を失い、 ほとんどの魚類が数年で姿を消した。その後酸性化が進み、玉川下流の農業用水の被害も深刻になったため、県は玉川温泉の水を中和する施設の設置を国に要望し、1989年10月に中和施設が完成した。これによって湖面の水質は中性化していったが、今なお湖全体の水質回復には至っていない。 1995年から1998年にかけて当時の田沢古城の観光協会が新古魚クニマスを探していますというキャンペーンを多額の検証金をかけて実施したがクニマスは発見されなかった。しかし2010年平成22年になって山梨県の西湖での生存と試験的に卵が放流されていた事実が確認されてクニマス再発見の一大ニュースとなった。 これがきっかけで、2011年、平成23年11月に、西琴の姉妹湖提携が行われた。田沢湖が深い湖であることは、昔から知られていたが、初めて測定されたのは1909年、明治42年、古小学者の田中赤丸が浅縄兄を重りをつけ沈めて、397メートルを記録した時だった。 翌年、秋田県水産試験場が同様に413メートル、1926年、大正15年には、田中建愛吉がワイヤーロープで425メートルを記録した。1937年、昭和12年から3年間行われた、吉村新基地の調査では、大まかな地形がらかになった。固定には二つの昇華残球があり、固定平坦部の北西寄りに位置する、 直径約 1km のものを、新交代、南岸近くの直径約 300m のものを、立つ子体と命名した。また、大沢地区の近くに、傾斜50度、深さ 300m の断崖があることも発見した。かつては、火山性、ミネラル分の高い水質と流入河川の少なさのため、1931年、昭和6年の調査では、 マシューコに迫る三十一メートルの透明度があり、水産生物も豊富であった。しかし、発電所の建設と農業振興、玉川下水統制計画のために九百四十年、昭和十五年に一月二十日から導入した玉川の水は、源流の一つである玉川温泉が、源泉時点で p h 1一、流入時点で p h 三点三から三点五程度という、 共産性の水であり、玉川毒水、玉川悪水と呼ばれる導入から約7年後の田沢湖は、pH5.0 から5.5、約8年後には、pH4.3 から5.3へと酸性化が進行した。酸性水を導入した結果、水力発電所施設の劣化も促進されたほか、農業用水も酸性化し、稲作に適さなくなったため、農業用水、 田沢疎水の取水地の変更や取水溶水の中性化も行われた。1972年、昭和47年から石灰石を使った本格的な中和処理が始まり、1991年、平成3年には抜本的な解決を目指して、玉川山清水中和処理施設が本運転を開始。湖水表層部は徐々に中性に近づいてきているが、2000年、 平成12年の調査では、震度200メートルで、pH5.14 から5.58、400メートルで、pH4.91 と、湖全体の水質回復には至っていない。2015年、平成27年10月6日から8日にかけて、海上技術安全研究所の水中カメラ付きロボットにより、田沢湖の3カ所、固定最深部の湖心付近、進行体、 立つ個体で固定調査が行われた。その結果、水深70メートルまで日光が入り込むほど透明度が高いこと、固定が白い沈殿物で覆われていること、現時点では成分は不明、固定の生物、人工物、温泉などは確認できなかったことなどが明らかにされた。1940年以前に生息していたとされる主な魚類は、クニマス、ヒメマス、 とわだこよに乳、うぐい、あめます、ギギ、イワナ、コイ、ナマズ、ウナギ。1940年の玉川悪水導入は、魚類だけでなく、動物性プランクトンの分布症にも変化を与えている。魚類は酸性に強いうぐいが残り、酸性に弱い酒か魚類やコイは確認されなくなった。一方、残存したうぐいは、優先種となったことで、大型化した。 1948年の調査では、うぐい、あめます、ギギの生息が報告されている。生息が確認できなくなった魚類、酒か魚類、鯉、うなぎの中には、田沢湖の固有種であったクニマスも含まれており、開発によって絶滅したと長年にわたって、扱われてきた。しかし2010年、平成22年になって、山梨県の西湖での生存と、 試験的に卵が放流されていた事実が確認されて、国スの再発見の一大ニュースとなった。西港を所管する山梨県から借り受けた国スや、姫マスを展示する、田沢湖国ス未来館が2017年7月1日、湖畔にオープン。中和対策実施後の生息魚類は、ウグイコイ、ギ鯉、銀ナ、田沢湖という名称は、 明治時代に入ってから定着したと考えられている。それまでの資料では、田沢の方、辰子方などと記録されていた。それぞれの古名の由来は、田沢村の方という意味、アイヌ語で盛り上がった延長の丘を意味するタップコップが変化した説などが考えられている。いわゆる、辰子美名、辰子伝説の不死を参照も以前は、鶴子などとされており、名称には、 変遷があったと考えられている。それらの変遷や由来は明らかではないが、鶴子は、熊野神社信仰との関係性、今日広く知られている、達子は、田沢湖の古名である達子方から転じたとする説がある。田沢湖周辺には、水をがぶ飲みして、龍の体になった達子と八郎がやがて巡り合って、夫婦になったという伝説がある。田沢湖のほとり上生村に達子、 タ子、コ、または、金日氏、し、金ずことも言われるという名の娘が暮らしていた。タツコは、類まれな、美しい娘であったが、その美貌に自ら気づいた日を境に、いつの日か衰えていくであろうその若さと、美しさを何とか保ちたいと願うようになる。タツコはその願いを胸に、村の背後の院内だけは、大倉観音に、桃よの願掛けをした。必死の願いに、観音が答え、 山深い泉のありかを達子に示した。そのお告げの通り線の水を達子は飲んだが、急に激しい喉の渇きを覚え、しかもいくら水を飲んでも渇きは激しくなるばかりであった。共存する達子の姿はいつの間にか竜へと変化していった。自分の身に起こった報いを悟った達子は田沢湖に身を沈め、そこの主として暮らすようになった。達子の母は、 山に入ったまま帰らない、タツコの身を案じ、やがて湖のあぜでタツコと対面を果たした。タツコは変わらぬ姿で母を迎えたが、その実態はすでに人ではなかった。悲しむ母が別れを告げるタツコを思って投げた松明が、水に入ると、魚の姿をとった。これが、田沢湖の国松の始まりという。北方の海沿いに、八郎潟という湖がある。ここは、 やはり人間から竜へと姿を変えられた、八郎太郎という竜が、終わりの住みと定めた湖であった。しかし八郎は、いつしか山の田沢湖の主、達子に惹かれ、達子もその思いを受け入れた。それ以来八郎は、達子と共に、田沢湖に暮らすようになり、主のいなくなった八郎方は年を追うことに浅くな、主の増えた田沢湖は逆に冬も凍ることなくますます深くなったのだという。 一部では、タッコ、タツコには、不老不死の願望があったが、後に、夫となる八郎には、その願望はなく、たまたま同じ行為にふけるうち、ただ、岩名を食い、水を原因しているうちに、流亭となってしまったとも語り継がれていた。なお、湖の北岸にある、五在市神社には、タツコが、流になるきっかけとなった水を飲んだと言われる泉がある。湖の湖畔には、 タ子伝説にまつわる像が4体あり、関西宮近くにある、船越安武作のタ子像の他に、湖の東岸にある、タ子観音、北岸にある、姫観音像、五在市神社境内にある、タ子コ姫像がある。湖畔には、民間伝承に基づき船越安武作のタ子像が、建てられ、タ子が龍になるきっかけとなった水を飲んだ場所と言われる、湖の北岸には、 古材市神社が建てられている。古藩を周回する秋田県道が三路線、秋田県道38号田沢湖西木線、秋田県道60号田沢湖半線、秋田県道247号藍内が高田谷線、整備され、周辺には、土産店、温泉旅館、ホテルなどが、数多く営業している。うご交通の関連会社である、うご交通工業が四月から十一月まで、 遊覧船を運航しており、テストハウスの営業を行っている。足ン義ボートなどの貸し出しも行われているほか、湖畔の一部箇所では、湖水浴場として認められており、海水浴場と同様な利用が可能となっている。5おさむき